グロービス知見録。木内さん、高木さん、中野さんというグロービスの卒業生3名にお時間をいただいて、いろいろ聞いていければなと思っています。で、特に中野さんは3月にマザーズに上場したばかりということで、先ほど打ち合わせの中でもおめでとうございますってやり取りをしていたんですけれども、その中野さんも含めてですね、グロービスを卒業された後も大活躍を続けている皆さんに今日はお越しいただきました。で、今日は新規事業を創造の前に立ちはだかる壁ってこうどう乗り越えていけばいいんだろうかというのをテーマにいろいろ議論していければなと思っているんですけれども、今日参加している中にはですね、まさに今新規事業で壁にぶつかっている方もいるでしょうし、まあ、ではもう少し手前の新規事業をこれから作りたいとか、あるいは起業したいと思っている方も結構多くいらっしゃるんじゃないかなと思っていますので、ぜひそんな方々にこういろんなヒントをお届けできるような時間になればなと思っています。で、あとはですね、オンラインであることというのをぜひ活かしながらやっていければなと思っているので、質疑応答のツールですね、ぜひ皆さんからどんどんご質問もいただければなと思っています。で、特にこの人に聞いてみたいという要望があれば、ぜひもうバイネームで書いていただければ、その方になるべく振るようにしていきたいなと思っているので、ご協力をよろしくお願いします。で、あとパネリストの皆さんからもですね、どんどん質問かぶせていただいても構いませんし、それから参加者の皆さんも含めて、チャットだったりとか質問も含めですね、ぜひみんなで盛り上げる1時間を作っていければなと思っていますので、よろしくお願いします。はい。では、早速ですね、中身に入っていきたいと思うんですけれども、まず参加者の皆さんですね、それぞれ今日の登壇者の方がどんな授業をやっているのかと、全員分しっかり把握してますよという方ももしかしたら多くないかもしれないので、ちょっと簡単にどんな授業をされているのかというのを1、2分ぐらいでそれぞれご紹介をしていただきたいなと思っています。では最初、木内さんからお願いしてもいいですか？はい、改めまして、株式会社幕開けの木内と申します。よろしくお願いします。今ですね、幕開けという応援購入プラットフォームと言っていますけれども、新しいものやサービスのデビューに特化した、インターネット上の先行予約販売プラットフォームというビジネスをやっています。で、原田泰造さんとかですね、板谷由加さんの CM をご覧になったなっていただいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、2013年に株式会社サイバーエージェントというところの社内ベンチャーとして立ち上がりまして、で2019年の12月にマザーズにも上場させていただいて、今9期目の会社です。で、ビジョンとしてはですね、生まれるべきものが生まれ、残るべきものが、ごめんなさい、生まれるべきものが生まれ、広がるべきものが広がり、残るべきものが残る社会の実現ということで、まあ、ちょっと長いんですけれども、なんか費用があろうとなかろうと、そういった価値あるものがこう世の中にデビューをして、その価値を認められて広がっていく、なんかそんな社会を実現したいということで、作っている会社でございます。はい。はい、ありがとうございます。では続いて高木さん、お願いしていいですか？はい、よろしくお願いします。私、パソナグループというところの HR サービスをやっている会社のですね、広報の責任者 CMO を担当しております。また、その子会社でパソナジョブハブという会社の、代表取締役社長としてですね、経営を担当させていただいております。パソナグループの理念は社会の問題点を解決するということで、HR サービスをはじめ、地方創生事業ですとか、様々な事業展開をしております。そうした中においてですね、パソナジョブハブという会社は、実はですね、3社が合併して、今、パソナジョブハブという会社があります。後ほど詳しくはご説明できればと思っているんですけれども、簡単に申し上げますと、顧問コンサルティング、顧問の方をご紹介して、コンサルティングをしていくと、課題解決をしていくようなサービスをやったり、あとは、リモート BPO サービスということで、リモートワーカーの方々が、様々なアウトソーシング事業を受託するというようなサービスをやったり、あとは、エグゼクティブのサーチということで、エグゼクティブの人材のご紹介、最近で言うと、社外取締役等々がすごく多いんですけども、そういったご紹介をしていると、そんなサービスをやらせていただいております。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。では中野さん、お願いしていいですか？
はい、じゃあ改めまして2010期大阪校の中野です。よろしくお願いします。弊社はですね2010年4月に卒業と同時にですねグロービスの同期と立ち上げた会社になります。株式会社アイプラグという社名で今新卒領域に特化したダイレクトリクルーティングサービス、まあオファーを送るっていうサービスでオファーボックスっていう、まあマッチングサービスをですね展開している会社になります。まあサービスの規模はですね今8400社のですね企業さんと、今学生が1学年今18万人ぐらいですね、使っているのでだいたい 2,3 人に1人の大学生が使っているようなまあそういったサービスを展開しています。で会社規模は今1社子会社もあるので連結いくと200名弱ぐらいの、規模感で、やってまして、今年ですね3月にマザーズ上場、できましたという、そんな流れになっています。で多分皆さんにめちゃくちゃ参考になるようなことがあるんですけど、現状ですね多分グロービス生が10名ぐらいいるのでかなり多いですし、いわゆる役員陣とかまあ部長マネージャーレベルにグロービス生がワンサがいるような会社なのでその辺の空気感とかお伝えできたらなと思っております。一応ウェブなんでオファーボックスのリンクも投げときました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでここからはいろいろざっくばらんに聞いていければなと思っています。でまずですねどんなきっかけで皆さんそれぞれの事業を始めようと思ったかというところからお聞きしていきたいなと思ってるんですけれども、きっかけだとかあるいは何でやろうと思ったかで、それからやっぱり始める上でのハードルっていうのももしかしたらあったのかなと思っていて、もしそのハードルがあればどう乗り越えていったのかというところも含めてお伺いできればなと思ってます。はい、ではそうですね、宣伝していただいた中野さんからお聞きしていいですか。はい、ありがとうございます。ハードルですよね。あ、そうですね。とか、そもそも事業を始められたきっかけも含めて。はい、そうですね。きっかけは、もともと、前職が、インテリジェンスで、今、パーソルキャリアっていう人材系の会社にいてですね。なので、3人とも結構、いけんじゃないかなってちょっと思いながらでもあるんですけど、まあ、そこでずっと10年間働きながらですね、まあ、ずっと求人メディアの市場に行ったんですね。アンとかデュータとかやっててですね。で、ただ、そこをなかなか帰れないっていうので、グローフィスに来て、でもその時にはもう、こう帰れないんで自分でやろうみたいな気持ちが強くて、まあ、起業するために来たっていうのが、まあ、実態のとこで、大阪で2010年だったんで、まあね、リーマン始まったぐらいの時ですね。なので、起業するって人がほとんどいなかったんですよ。うん、なので、言えば言うだけなんかちょっとね、なんか、相手してくれるみたいな状況で、まあ、それで仲間が集まって、まあ、そのまま、起業したっていう、まあ、簡単な流れなんですけど、やっぱりその中でずっともうリアルにグロービスの授業で、まあ、ベンチャー戦略とかですね、当時ビジネスプランっていう授業もあって、まあ、そこで実はクラウドファンディングのプランを発表してた企業家に。あ、そうですね。そうなんですよ。キックスターターを丸パクリにしたですね、サービスを考えたりとか、まあ、どうしてもやっぱプラットフォームをやりたいっていう気持ちが強かったので、まあそういったことをやりながらですね、結局13、4個ぐらい事業のアイデアとか、実際事業企画も計画も書いたりとか、まあ、して、全部ダメやったんですね。もうこれでもかってぐらいなんか審査員の人言われるじゃないですか。うん、いつか見とれよっていう気持ちをですね、持ちながら、ずっとそのまま行って、まあ勢いでそのまま起業したっていうのは実態ですね。だからその時考えたプラン、ではなくて、人材紹介事業でも、とりあえず日銭を置こうみたいな感じで出てですね。で、起業した後に実は思いついたのがオファーボックスなので、まあ、結構スタートは結構ドタバタ劇が多かったかなっていう、ちょっとそんな流れになって、やっぱり、まあ、ハードルというか、まあ、起業したのはその流れなんですけど、まあ、結局できたっていうのは、グロービスでこう仲間が見つかったから、一体もう、できたっていうのがやっぱ大きいですね。なんか、グロービスで学んでる時ってなんかあんまり寝てないし、ちょっと頭おかしくなってるじゃないですか。多分冷静さを完全に変えてったと思うんですけど、もうこれだみたいな感じで、そのまま、3人で、もう全員仕事辞めちゃったんで、
危ないやり方でそのまま起業したっていうところなんですけど、まあ、きっかけやっぱりあのグロービスでちょっとあの寝ずに勉強しすぎたっていうのが一番大きかったんじゃないかなというふうに思っております。はい、冷静になった状態ってことですね。そうですね、もうなんか何かを成し得るんだ僕らはみたいな、それしかなかったんで、まあ、あの逆に良かったですけど、そのマインドじゃなかったら多分怖くてできてなかったかもしれないんで、うん、考えればあの時で良かったなって思いますね。なので、まあ、冷静さを欠くことがポイントみたいな。ポイントみたいな。でもなんか、あの、最初3人で毎週土曜日集まって、カンカンガクガクやったりみたいな話を、以前聞いたことがあったんで、そうやってペースを作りながら授業を作っていったっていう感じですよね。そうですね。だって朝3時とか5時とか集合とかなんですよ。もうちょっと時間帯も頭いかれてきててですね。仕事とグロービスの起業を同時にやったらなかなかな感じでしたね。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、ちょっとあのこの後喋りづらいとかあるかもしれませんけれども高木さんいかがですかね、その事業を始めるきっかけとか、はい、まあ、あとハードルがもしあればというところ。ありがとうございます。はい、多分あの中野さんとはまた違った感じで私事業を始めたなと思ってるんですけど、私自身はあのグロービス買い始めたのがその16年の前の14年ぐらいからあの単科生として通ってみたいなところだったんですね。でその時にはもう結構その年齢的にもあの30代中盤ぐらいでしたので、なんかその自分自身があのパソナグループっていう会社の中で、さらにこう事業を起こしてみたいっていう考えもあって、まあ、もう叩きましたと。でその当時私がそこのグループ全体の人事の教育の責任者をやってたので、その教育の観点からも、こう、いろんな形で、まあ、あの、参考になればみたいなことで通ってて、そしたら、教育で、あの、創業者である南部康之とですね、よく一緒になることがありまして、で、グループ全体の授業をもっとこうした方がええんちゃうか、ああした方がええんちゃうか、僕ならこういうことやります、みたいなことをですね、あの、ずうずうしくも言ってたんですね。そしたら南部が、じゃあお前やってみろよ、みたいな話になりまして、それでまずはあの広報の責任者を人事から移動してやりまして、で広報の責任者やるとグループ全体が60社70社あるんですけども、その中でもこれもっとこういうふうにやったりこれつけたりとかこうした方がいいよみたいな生意気なことまたずっと言ってるとですね、じゃあお前本当やってみろよみたいな話になって、それであの去年からあの事業を持たせてもらったという形です。でその事業っていうのはあの実は3つの事業を一緒にした感じでしてですね、あのその3つの事業を一緒にして今まだ半年ぐらいしか経ってないので、そういった意味での今ぐちゃぐちゃ感がありまして、で今まさにグロービスの学びを生かしながらやれてることってすごく多いななんて思いながらですね、そんなことをこうやっています。なのでこう事業を起こしたきっかけというのはちょっとそのまあグループの創業者に対して私自身がいろいろ提案してたみたいなのがあります。ただグロービス通ってた時はまさに中野さんと同じように私自身もずっとこう、まあサッカーコーチと、あと、まあ会社の、まあ、責任者と、あとグロービス生っていう3本のこうなんか柱を持ってたので、まああのサッカーコーチの前に朝4時半とかから、あのサッカーコーチの8時半始まる前まで勉強やってみたいな。で、サッカーコーチ終わってからまた、あの夜ちょっとあの学校行ってみたいな。で、夜中にこうなんか飲み終わって終電ギリギリ土曜日も日曜日も帰ってくるみたいな、そんな感じのあの生活ですね。なんかこれやっちゃったら何でもできるなみたいな話になりましてですね、あの中野さんと一緒にもう俺なんかできるぞと、だから俺にやらせてくれみたいなですね、そんなあの勢いがありました。あの中野さんと一緒でですね、勢いないとあれだけ創業者にずずしガンガン言えなかっただろうなと。なるほど。なんかその勢い真似できねえなって思ってる方今日多いかもなと思って聞いてたんですけど、なんか どうやってその勢いを出すんですかね、コツとかポイントがあれば。あのただあの元々ですね、なんかやっぱ本を読むのとかいろんな人の話を聞くのがあの好きで、やっぱそのこう学びとあとその実践って言っても自分でできる範囲って限られてるので、いろんな経営者の方だとか先輩の経営者の方々とかから学ぶ機会をすごくこうやっぱりグロービスも増えていただいてたので、でその中で自分自身がおこれできるぞと、これやれるぞみたいな感じを自分にちょっとこう奮い立たせるみたいな感じは常に意識はしてましたね。うん、でも勢いでしたね。なるほど、はい、冷静さを欠くとあと勢いっていうワードが出揃ってきたんですけれども、木内さんいかがですかね、あの結構、はい、
はい、冷静サイドかもなとちょっと期待してる。そうですね、私はお二人と違ってその卒業が2011年で、真影の創業2013年なので、ちょっとその勢いはまたちょっと違うかもしれないんですけれども、なんかグロービスの入学っていうか学んだことがですね、きっかけの一つではあるなと思っていまして、入ったのはグロービス入ったのは新卒でリクルートの関連会社入って、でなんか4年で100億になった事業を2期目からですねやってる時に力不足を感じて、20代後半でですねグロービスの門を叩いたんですけれども、その時に2社ぐらい転職してて、サイバーエージェントで新規事業の責任者をやってでですね、1個事業を潰したんですね、撤退になりまして、でその時に今も教えられていると思うんですけど、ベンチャーマネジメントの山中礼二先生にですね、なんか渋谷で結構失意のどん底の時に、なんかお話を聞いていただいたことがありまして、で私は結構人が生き生きと働くことを支援するみたいなものがライフテーマの一つなんですけれども、さっき中野さんの話にもありましたけれども、当時キックスターターとかですね、クラウドファンディングっていうのが割と流行っている時期でもあってですね、でなんかこのその人がこうやりたいことを実現するために、まあ2億でも200万でも必要なお金をこうネットを通じて集めて実現するみたいなことはすごくいい世の中だなと思ってですね、そういったクラウドファンディングみたいな事業やりたいんですみたいなことを山中先生に言って、ただなんかサイバーエージェントっていう会社が基本的に広告とゲームとメディアの会社なので、ちょっとクラウドファンディングって毛色が違うので、なかなかどうかななんて思っていたらですね、その3ヶ月後にサイバーエージェントの中でクラウドファンディング事業をやるっていうことになりまして、で昔働いてた仲間と一緒に創業することになりまして、なんかそんなことで、なんか山中先生にこうやりたいんですって言ったのが、そんなにこう絶対やるぞみたいな、そういった決心で言ったわけではなくてですね、何やりたいんですかって言われた時に、強いて言うとこういうのが面白いと思っててみたいな、そんなことがなんかこう実現になったみたいなことで、まあそれもなんていうんですかね、やっぱりこう口に出して言って、なんかそういったところで形になっていくものの一つで、まあ、今から考えると、まあ、ちょっとコネクティングドッツじゃないですけど、必然だなと思うんですけれども、なんかその時の心情としては、トントン拍子なんかこうやることになって、で、私はサイバーエージェントの中で、まずはサイバーエージェントの社員として創業して、で、その後に転籍してですね、で、上場してみたいな感じの流れだったので、まあ、勢いもありつつ、なんかある程度、なんていうんですかね、そんなにこうリスクは感じずにですね、まあ最悪のリスクはクビになることぐらいなんでですね、そういったところで起業してチャレンジをさせてもらった、なんかそんなことがきっかけでこの事業をスタートしました。はい、いや、でも、レイジさんに喋って3ヶ月後に会社がクラウドファンディング事業を始めることになったって、すごい偶然ですね。そうですね、なんか偶然なんですけど、まあ、今必然としか思えないなと思って勝手に思い込んでますけども、はい、いや本当に動いてみる、やってみるっていうのがとにかく大事なんだろうなと思って、はい、3人の話を聞いてました。で、まあ、とはいえ事業を立ち上げた後ですね、本当にいろんな苦労とか失敗談みたいなのも3人ともストーリーがあるんじゃないかなと思っていて、そのあたりの話とか、あるいは乗り越え方みたいなところを聞いていければなと思ってるんですけれども、特に立ち上げのフェーズにフォーカスをした時に、その時の失敗談とか、あるいはこの時こうしてればよかったなみたいな、もし学びも含めてシェアしていただけるものがあればぜひ聞いていきたいなと思うんですけれども、特に順番にとはないんですが、中野さんからお願いします。そうですね、立ち上げの時、なんかもうなんか感覚がおかしくなって何が失敗かもう分かんなくなってきてはいるんですけど、まあまあやっぱり想像以上にやっぱお金はなくなるので、うん、なんかそこはなんかこうか考えておくというか、実際オファーボックスの事業は、創業して2ヶ月後に思いついて、で、すぐ、もう、リリースに持ってったっていう形で、1個目のやつが、まあ、創業してから1ヶ月後に始めたんで、まあ、20日間しか人材紹介やってなくて、で、その後すぐオファーボックスにっていう、まあ、いきなりもう、20日で撤退したみたいなのがスタートだったんで、まあ、そこから失敗ではあったんですけど、なんか今考えると、まず一つは
魅力あるというか、なんか他から聞いて誰から聞いても違いがあるものをやっぱり作りに行かないと、うん、スタートできないというか全く立ち上がらないんで、まあ、そこは1回目の失敗でよく学んだところですね。人材紹介やった時に、まあ、結構 どこも立ち上がったんで、まあ、なんかやってオペレーションの改善で質を上げるっていう発想になったんですけど、うん、そもそもパッと見聞いても違いが分かんないんで、一人もお客さん乗ってこないんですよね。だから改善しようがないみたいになって、まあ、そこが初めの失敗で学んだことと、でもう一つはさっきお金がなくなるって話で、事業計画作って、まあね、予実作っていくじゃないですか。でもう今よく言ってるんですけど、もうスタートアップの予実の要は予算じゃなくてもう予言だと思ってて当たんないんですよね。もう、まあ、基本的には達成率 30% ぐらいいったらなんか多分大成功ぐらい の予算をずっと描いたんで、やっぱりそれに合わせて進んでいくとやっぱお金がなくなるっていうところで、なんか高い、まあ、予算は目標は絶対立てないといけないんですけど、なんかそこのなんかできなかった時のね、フォローするプランとか全く考えずにやっちゃうんで、その辺は結構初期痛い目見ましたね。まあ公表してるんで言える範囲ですけど、2期目の時にアイプラグと中野家の通知合わせて9万までいってるんでもうないみたいなその辺が結構初めにやばいなっていうレベル感の失敗かなと思いますね。初期フェーズのお金の調達ってどうされたんですか？9万円とかかなりやばいなと思って聞いてたんですけど。そうです。そこは一応月末の最終日が10万円で、っていうか最終日前日で、翌日には入金があるんですけど、これって通帳からの支払いが先なのか、入金が先なのかが、ちょっとどっちなんみたいになってですね。まあ、どっちみち支払ったって、落ちないんで、まあ、先入金があるだろうって思い込んでたんですけど、まあ、その時だったんで、まあ、一応は大丈夫なはずだったんですけど、とはいえ入金なかったら終了みたいなところだったんですけど、初期の、調達はやっぱり国金からお金を借りて、うん、あとはまあなんか親族にもお金借りてみたいなんで、結構今のなんかエクイティで集めるっていうのが、まあ、当時やっぱ関西って全然そこが発展してなかったんで、まあ、だから初期はだからそうやってもなんとかお金借りて、どうしもうそれでも集めないとやっぱ事業伸びないのでっていう、それの繰り返しっていう感じでしたね。いや本当にリアルな企業家のリアルを聞いたなっていう感じなんですけれどもちょっとその後のプロダクトマーケットフィットの話みたいなのはこの後ぜひ聞いていければなと思ってるんですけれども、はい、じゃ続いて高木さん、初期フェーズのこう失敗談とか、なんかこうしておくといいよみたいなアドバイスも含めてあればお願いします。そうですね、私は本当に途中で実は引き継いだ形になるので、今の会社に関して言うと、ただその3社が合併して初めての会社というところで、それぞれが30人、50人、50人ぐらいの規模の会社が3つ合併したという会社です。で、まあ、さすがにその中野さんのですね、本当にこうベンチャーの、まあ、経験というところでいくと、私は全然体験はしていないんですけれども、逆に言うと引き継いだからこその難しさみたいなのはすごく経験しているなというところが実感です。3社はそれぞれ3社の経営者がいて、でその3社の経営者から、そのうちの1社を私が持ってたわけじゃなくって、その3社から私が引き継ぐみたいな感じで、今があるという状況です。でそこにおいてのそのこう、まあ、事業を、まあ、一緒にしていく難しさ、まずは社員のですね、まさにこう 7S じゃないんですけれども、全てのところが違うので、まあ、グループの会社を3社一緒にしたとしても全然やっぱりその思いだとか、理念、もうグループホールディングスでは理念あれど、やっぱりそれぞれの会社の社長が、うちの理念はこうだって言って、まあ、5年、7年やってきた会社を一緒にしたので、非常にそこを、まず意識統一をするところで、苦労をしたなというのが、去年の8月から私、担当させていただいての今の実感ではあります。で、
実は、そういう中において事業の柱が、まあ、百何十人の会社ですけど、たくさん、まあ、事業の柱があって、今、実はそれをちょっと絞りつつあるというか、シェイプして、ある意味、分かりやすくしている段階です。で、まあ、その時には、やっぱりいろんな、それを事業として3年、5年、まあ、立ち上げてやってきた人たちが思いがあるので、それはある意味、こう、クロージングさせていく。ところもですね、今、やってるので、そういった意味では、社員のコミュニケーションをすごく、まあ、図りながらやってると。で、まあ、そうなってくるとですね、やっぱりまあ、そこに対して納得ができなくって、まあ、会社辞めてきますっていうようなですね、方も、まあ、数名、すごく優秀な方々が、まあ、離脱したりとかっていう部分も、味わいながら。でも、最終的にはやっぱり、その思いと、これからのビジョンに対して、どうやっていくかというところで、1年先、3年先、5年先、こういう会社になったいんだと。そのために今がこうあるということを今、一生懸命社員と一緒に作っていると。まあ、そんな段階ではあります。いや、なんかめちゃめちゃ難しそうですよね。みんなが、いろんなことを言いそうですし、そういう中である程度アラインを取っていくためには、まあ、それこそ思いとか、ビジョン、ミッションみたいな話をこうすり合わせを丁寧にしていかないと本当に難しいんだろうなと思って聞いてました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、木内さんお願いしていいですか。はい。我々ですね、まあ、失敗にはまあ、毎日は止まらないというか、たくさん、いろんな失敗をしているんですけども、なんかまあ、こう、今、皆さんのお話も、伺ってて、なんか思ったことで、やっぱりこうスタートアップで、その強みを自分たちで作ると決めてやりきるみたいなところが、なんかこうすごく学びというか、その失敗からのですね、学びですごくあったなと思っています。というのも、まあ、当時、クラウドファンディングっていうのは、割とざわざわ、新聞とかメディアにですね、ちらほら出始めていたんですけれども、国内マーケットでいうと、なんか10億円ぐらいの市場規模しかないみたいな、なんかそんな、うん中で、マーケットをこう作っていくみたいな話だったりですとか、まあ、いろんな解釈があってですね、こんなのクラウドファンディングじゃないっていうことを、こうなんか、事業やってない方にも、こう、アドバイスいただくとかですね、なんかそういった中で、マーケットを作っていくみたいな中では、やっぱりこう、市場検証をしながら、一時芸能人とかタレントさんのチャリティーサイトみたいなことをやった方がいいんじゃないかっていう、こう、ピボット案に、なったりとかですね、こう、ピボットをこうしながら、やってきました。で、あとは、サイバーエージェントという会社がですね、結構、バンバンと会社立ち上げるんですけれども、撤退ルールが結構明確に決まってまして、半年でこれぐらい稼がないと、撤退ルール抵触なので、まあ、撤退するか、経営陣更迭か、みたいな、なんかそういうのは結構明確に決まっているので、なんかその中でこう、やっていく中で、会社としての、キャッシュアウトと、その事業を成立させるみたいなのと。で、さっき中野さんのお話もありましたけども、まあ、書いた事業計画通りに進むわけのない実績みたいなところで、なんか毎月、いろいろと知った激励いただくみたいな、なんかそんなこともありながら、やってきました。で、その時にですね、なんか、ね、やっぱり社内で、他の事業部とかに、力貸してくださいとか言って、で、役員から、他の事業部の役員から、こういうふうに、言っといたから、ちょっと応援してやってよって言っといたからさ、みたいな感じで期待していくんですけど、まあ現場の皆さんからすると、なんでサポートせないかんのか、みたいなとこだったりですとか、あとは社外のパートナーの皆さんにもですね、こんな素晴らしい事業やってるので、応援してくださいとか、力貸してくださいって言うんですけど、なんでそれを、我々がお手伝いしなきゃいけないのか、みたいな、そのメリットを教えてくださいみたいな、なんかそんな感じでですね、やっぱりプラットフォームビジネスって出店側と買ってくださる側と両方、成立させないといけないので、これ中野さんとも後でお話できたら嬉しいんですけど、やっぱりプラットフォームって最初の弾み車を回すっていうのはすごい大変なので、なんかそこでこう、自分たちで、強みをここにしなきゃいけないで決めて、そこをこう作り出して、弾み車を回すまでが結構大変なんですけども、そこでこう、社内外の、こう、連携だとか、一見効率がいいんですけれども、向こうからすると立ち上がったばっかりのベンチャーに力を貸す、メリットってはっきり言ってないので、なんかそこでこう、時間をロスしてしまったりして、全然こう、計画通りに、獲得できないとかですね、なんかそういったことが結構あったなと思ってます。で、途中で、やっぱりこれ反対の、ご協力いただく、まあ、社内外の皆さんから考えたときに、力を貸すメリットがないから、
ある程度は自分たちでこう力を貸すメリットとか協業したいっていうメリットを感じてもらうまでは踏ん張ってやらなきゃいけないんだねっていうことに、まあその時点で初めて気づくっていうのもちょっとあれなんですけれども、そこでメディアさんとの連携を強みの一つにしようということで、営業部隊のような広報チームを創業で10人も満たないとこから広報チーム作ってですねやったりですとか、あとはそのいろんな開拓とかですね、なんかそういったことをこう自分たち強みは資源はもう仲の良さと気合根性とあと睡眠時間削るぐらいしかないんですけれども、ここを強みにしようと思ってこうそこでこうやるっていうことにこう集中することでまあなんとかサバイバルしたって、なんかそんなことが学びとしてあったかなと思ってます。はい、なるほど。はい、中野さんめっちゃ笑顔ですけどコメントありめっちゃわかるといや一発目回るまでめちゃくちゃ大変ですよねそうなんですよね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこの後今日のテーマのど真ん中の PMF ってどうやっていったのかっていうストーリーをお伺いしたいなと思ってたんですけれども、多分木内さん今の流れで喋っていただいた方が喋りやすいかもなと思うので、木内さんからお願いしていいですか。あ、はい、PMF がですね、我々のサービスっていうのは基本的には成果報酬型で、企業に掲載をいただいて、そこでこう、サポーター、ユーザーさんが買っていただいて、で、その一部、パーセンテージオフィーとしていただくっていう、こう、ビジネスモデルなので、掲載して、買っていただいて初めて、フィーが発生するっていう、なんか、そんなビジネスモデルになってまして、成果報酬なので、皆さん、企業さんがですね、使ってくださるか乗っけてくださるかというと、まあ、それはそれで掲載する前に手間もかかるので、まあ、皆さん、こう、持っていっても、こう、掲載してくださるわけでもなく、で、プラットフォーマーなんでですね、こう魅力的な品揃えがないと、ユーザーが来る必然性がないので、みたいな、こう、鶏卵の関係にあるので、それを、こう、どうやって、両方の、両輪を回していくかっていう、こう、プロダクトマーケットフィットに、非常に、こう、苦労しました。うん、で、当時クラウドファンディングって、まあ今は違う言い方で我々応援購入って言い方をしてるんですけども、クラウドファンディングっていうのがその、群衆から、ファンディングなんで資金調達をするっていうことをですね、まあ結構金融系のメディアの方とかですね、投資家の方とか言っていて、まあこんなんクラウドファンディングじゃないとかっていうことを言われたりもいろいろあったんですけれども、なんかそこのこうプロダクトマーケットフィット、すなわち企業が幕開けに乗っけていただいてこう売れるっていうことを群衆から資金調達をするっていうふうに捉え続けているままだとなかなかこう苦戦をずっとしていました。で、我々はやっぱりこうプロダクトは物理的なものですねを掲載いただく方がやっぱりこう分かりやすいんで売れるっていうのは分かっていたんです。なかなかそこにこういや、作れる資金量があるところだと、別にうちお金困ってないしとかですね、特に大企業とか、一番最初に大企業でやっていただいたのはソニーさんなんですけども、うち別に資金あるから別に資金困ってないんだよね。なんかそこのプロダクトマーケットフィットがなかなか、合わないっていうのがありました。で、そこで、その群衆から資金調達をするのではなくて、その自分たちの提供価値、社会の提供価値が、本当にこう何を、どんな価値を提供してるのだっていうことをですね、こう見つめ直したときに、これはこうビジネスプロセスで考えた時の新商品のこうマーケットデビューをこうブーストさせる装置なんだというふうに、このマーケティングの、ビジネスプロセスの中の一環のこうマーケティングプロセスの中の一機能としてこう捉え直せた時にですね、なんかこう企業さんにこう話が通じるようになってきて、でそこでこう回り出したっていうのがあったんですけども、なんかそこのその申し上げたいことは、なんかこう結構メディアさんとかですね、投資家の皆さんが、こう、やっぱりこう、流行りワードで分かりやすい言葉でこう説明されたりとかっていうのが、皆さんの、お仕事なので、それはそれで、こう、素晴らしいことだと思うんですけれども、自分たちがやっていること、自分たちが提供したいことを、まあ、他の皆さんが作っていただいたキーワードで、こう、安直に乗っかろうとすると、やっぱりこう、そこは、こう、やってる人と、それをこう、広め、分かりやすく伝えていただく方の方が、やっぱギャップがあるわけなので、なんかそのままイコールだと、やっぱりこう、うまく、回らないっていうことが、プロダクトマーケティングって我々の場合はありまして、それを、こう、我々はこう、世の中に対して、こう、どんな価値を提供してるんだみたいなことを、なんか考え直した、捉え直したときに、なんか回り始めたみたいなのがありまして、なんかちょっとそんなことが、プロダクトマーケットフィットの、観点でですね、自分たちで世の中に対する提供価値を捉え直す、自分の頭で考えるって当たり前のことなんですけど、なんかそこは大事だったかなと思ってます。はい。すいません、ちょっと長くなりました。はい、ありがとうございます。
なんかある意味クラウドファンディングの呪縛っていうと言い過ぎかもしれないですけど、そこにかなり苦しめられたっていう話なのかなと思って聞いてました。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて高木さんお願いしていいですか。はい、私はですね2つありまして、1つはやっぱりあの我々もそのジョブハブということで、あのリモートワーカーとその仕事をプラットフォームでマッチングする、そういうプラットフォームをあの作っています。でもそのプラットフォームがあのややもするとですね、例えばデザインの仕事をお願いしたいって言って、でその お願いしたい企業とあと個人でデザインの仕事できますよっていう人をプラットフォームでマッチングするんですけど、あ、私もっと安くできますとか、こういうのでこのぐらいの価格でできますみたいな市場になっていったんですね。気づかない間に 2,3 年ぐらい経って、でおいおいこれ違うぞと、安かろう悪かろうみたいな感じの市場を我々は目指してるんじゃないし、個人がもっと自由に働く、そういう世界観やそういう価値を提供するのが我々のプラットフォームだって思っていたプラットフォームが全然違うプラットフォームになってしまっていたということで、一旦我々の場合逆に、それをフィット、自分たちの考えと違うのでフィットしてないので、あの撤退しようということで、事業をシュリンク今させています。逆に言うとそこからあの本当の意味で自分たちが価値提供って何なんだみたいなことをあの捉え直して、ここからあの今攻め込んでいこう、作っていこうというのが我々のプラットフォームビジネスの方です。あともう一つ、あのコモンコンサルティングのサービスをやってまして、これはもう本当に1万人弱ぐらい、あのパソナジョブハブのところにコモンの登録者がいるんですけれども、こっちはですねもう一人一人がいろんなビジネスフィールドを経験をしているので、まさに一人の経験をしっかりと聞けるかどうかが、あのマーケットにおける、その市場におけるあのフィット感を出せるかどうかで、かつそこがあの一番やっちゃいけないのが、ただ単にこういう人いますからこれを紹介しますみたいなサービスをやっちゃうと、あの企業のことも分かってないし顧問のことも全く分かってないと。なのでその実はその我々のスタッフコンサルタントがですね、あのやっぱりその顧問とか企業の経営者のですね視座視点を持てるまでということで、むちゃくちゃトレーニングしてですね、やっぱりそこに対してコンサルティングができる、かつ顧問と一緒にコンサルタントとして入っていくみたいなサービスをあの始めてます。それがあの今非常にいろんな企業様で受けているのと同時に、あのコロナを機にあの今までハンズオンで必ずその企業に行きますよって言って、例えば DX の推進とか、例えば人事制度の設計とか、例えばですけど EC サイドの立ち上げですとか、あのそういうので絶対来てくださいって言ってたのが、週に1回は、月に4回だとしたら週に月に1回は来てくださいと、あと月に3回はあのウェブでも全然いいですよと、ウェブで経営会議に参加してください、ウェブで取締役会に参加してください、ウェブでなんかいろんな新規事業提案の戦略会議に参加してくださいみたいな、そんなですね形になって、もうそれがあのこうコロナがやっぱりだいぶこのサービスを変えたなと思ってまして、今もう本当にこう例えば東京の顧問が宮崎の企業のコンサルティングをするとか、北海道の顧問がそれこそ沖縄の企業のコンサルティングをするとか、もういろんなところでいろんなプロフェッショナルが活躍するフィールドが広がってきていると。で今度やろうとしているのはそのプロフェッショナルのサポートをする人、そうするとこの人もプロフェッショナルとして個人事業主だとか、副業だとかできるような、そういったあの市場がこれから多分こうまさに広がりを見せてたので、ここに対してこれからどんどん私たちはどういうふうにそれが働きやすいようにするのかと、あと企業ってめんどくさいんですよ、そういう副業とかを人事制度で入れるのも、でもそれがめんどくさくなくなるためにはどうしたらいいのかみたいなところを今作ってると、そんな感じのことをやってますね。はい、ありがとうございます。まあ、あのコロナの環境変化も捉えつつ、さっき木内さんが言ってくださったようなやっぱり自分たちの提供価値って何だろうかっていうのをちゃんと定義して、でそれをプロダクトに落としてお客さんに伝えっていう基本ですけど、その一連の流れが大事っていう感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。ではラスト中野さんお願いしていいですか。はい、うちはあの多分皆さんがあの多分聞いている方たちがですね思ってるプロダクトマーケットフィットっての多分概念若干違うと思うんですけど、なんかこういう機能を作ったらフィットするんじゃないかとかって思うこと多いと思うんですけど、実態は結構違ってですね、結局最後のキーになったのはどういうコミュニケーションをしてもらうかっていうところに対して、僕らはもうあの
ガチの啓蒙をしたっていうのがあってですね、まあ、時間もあれなんでささっと話すると、もともとオファーボックスではワントゥワンのコミュニケーションを基本軸にしてすることで就職のミスマッチが改善する傾向に行くだろうっていう仮説があってですね、なので一斉送信できないし、一人一人しか送れないし、あと送る数も制限する、学生も受ける数も制限するって極めて変わったルールを作ったサービスなんですね。で、通常はバーッと送った方がマッチングできそうなんですけど、あえてめちゃくちゃ制限しに行ったっていうのは、コミュニケーションを濃くしたかったっていうところで、だからそれをするための機能っていっぱい作ったんですよ。で、ルールも作ったんですけど、それに賛同してくれないほど、今までのエントリーの分、文化が強すぎてですね。で、2年間困りに困ってたっていうのが実態です。で、機運が一気に変わったのはですね、もうとんでもない神風みたいなのがうちに吹きまして、何があったかっていうと、安倍政権に変わって、その後オリンピックが決まって、求人がドーンと増えたんですね。で、その後、就職活動の後ろ倒して時期が変わってですね、インターンシップって市場がいきなり生まれたんですよ。で、そんな時まで、このダイレクトリクルーティングを引っ張ってたのがうちしかいなくてですね。で、いきなり全競合がいなくなって、オファーボックスだけになった瞬間があって、で、その時に、実は、今まで成功報酬だけでやったんですけど、早く使いたいっていうニーズで、けどそれ使ったら、入金が13ヶ月後って、いや、さすがに無理ですみたいなんで、言ってたら、先に払いますと、プールしますみたいな、そのプラン作ってくれっていう要望があってですね。で、それを作ったことと、で、同時に、もう、やるからにも徹底して啓蒙しようってので、こういうコミュニケーションでオファー送ってくださいねっていうのを一社一社丁寧に話しに行ったんですね。で、そうやってやっぱりかなり人力なところがあるんで、先払いプランができたんで、そのキャッシュを使って増員して、で、どんどん啓蒙していくっていう、そこからこうぐるぐる回り出したっていうのが実態です。で、結局はやっぱりなんでそういうことをやったかって、もう今までどうやったってやっぱりそこのコミュニケーションしないと、だからこのサービスに共感してもらわないと、行動がやっぱ変わらなかったっていうのが2年間の体験と、もう一つですね、なんか飛鳥会議っぽい言い方になるんですけど、飛鳥会議でみんなのウェディングの社長さんが、当時ね、なんで結婚市場って口コミって悪い口コミが結構出るのに、なんでいい口コミばっか出るのだみたいな話をされたことがあって、それってなんか1年半ぐらいずっと全国の結婚式場とか実際に体感した人を回って共感してもらって、その人がいい口コミを書き出して、でそれでいい口コミばっか書く文化になったっていうことが言われてて、うん、まさにそれをやったっていうことで突如跳ねましたね、サービスが。そっからはもうもうずっと2倍成長ぐらいが続いてです、突如世界が変わったぐらいと思ったんで、まあ創業2年半と、その後はもう全然なんか劇的に変わったみたいな。やっぱ最後はやっぱりどういうふうに使ってもらうかっていう啓蒙が、BMF の達成の最後の一押しだったみたいな、そんな感じでした。ありがとうございます。神風ってどうやって起こすんですかとか、いろいろ聞いていきたい部分があるんですけれども、あと今日皆さんから本当にたくさん質問いただいているので、質疑応答をいくつかお答えいただければなと思ってるんですけれども、これまず一番いいねがついているのが、立ち上げをするにあたってどんなこう時間とかお金の使い方をされていたかという話なんですけれども、そうですね。これ中野さんにお聞きしていいですかね。お金時間の使い方、どんな感じだったか。立ち上げフェーズ。立ち上げフェーズはですね、まあ、会社のお金はもう全然使ってなかったですね。いい話っぽいことになってあれですが、絶対交際費とほぼ使わない会社なんですよ。なので、もう全部自腹みたいな。これずっとやってたので、だから会社のお金を使うところは、とにかくもう投資、特に人の投資っていうのは採用に使っていくっていうので、で、できるだけ早く適正給与にしたいっていう思いもあったんで、まあ、お金使うところは増員か、もしくは、メンバーから適正給与に上げていくってことをずっとやって、まあ、そこにほとんどお金を使ったっていうところですね。で、時間はですね、もう、思考する時間もそうですけど、やっぱり動くっていうので、
とにかく人に会いまくるっていうタイプなんで、いろんな人に会っていろんな情報を得て、でそれをまた事業に持っていくとかですね。でもう一個すごい役に立ったのが、あのライバルの起業家がいっぱい、まあ、起業家仲間がたくさん大阪にいてですね、そこと触れ合うことでなんか負けてられへんっていう、うん、落ち着くことができなかったっていうのはすごい時間の使い方としては僕は良かったかなと思います。うん、ありがとうございます。続いて新規事業の撤退基準ってどう決めてるんですかっていう質問をいただいてて、これ先ほど木内さんから撤退基準の話もあったので木内さんからお願いしていいですか。聞きたい。はい、なんか2つあってですね、撤退ルールを決めることが大事っていう話と、借子定規に運用しないっていうのと、なんか2つ大事なところがあるかなと思ってます、うん、まず撤退ルールをどんなふうに決めるのかでいうと、そこは多分サイバー の, IR とかにも出てるかもしれないんですけども、半年であったあらり500万以上とか、なんかそういった一定の、インターネットビジネスという領域において一定の期間でこれぐらい稼げないと価値が見出せないよねというふうにして、判断をするという撤退ルールを決めるっていうことがなんか大事なんじゃないかなと思ってます。撤退ルールを決めるから新しいことにチャレンジができるっていう、なんかそういう鶏卵もあると思っていて、撤退ルール決めないので新規に、チャレンジできないっていう、なんかそういうのがあるので、まず決めることっていうのが大事なので、まあ、各社さん、リクルートさんだったりとかも含めてあると思うので、なんかそこは出ているんですけども、そういった、規模と時間軸でですね、撤退ルールが決まっていて、で、撤退になったら辞めるか経営者更迭かみたいな、なんかそういったことが決まってます。でもう一個は借子定規に運用しないっていうのもありまして、やっぱりマーケット環境だったりとか、その事業の何ですかね、やってる人だったりとか、時代の流れだったりとか、そういったものっていうのは結構変わってくると思っていまして、なんかそこでこう借子定規にこうロジカルに判断しちゃうことで、まあ幕開けもですね、かなりピンチの時が何回かあったわけなんですけども、ひょっとしたらその借子定規に判断されてたら、これやめようってなってたかもしれないんですけども、まあそこでさっきの中野さんじゃないですけど、我々も社内で2回資金調達してるんですけど、資金調達の前の月ぐらいにこう神風が吹いて、なんかこう右肩上がりの、ユーザー数だったりとか、そういう感じで、なんとかこう、うまく、やっていただいたわけなんですけども、なんかそこで多分借子定規に判断されないので今があるなと思っていまして、なんかそこはその、マーケットの流れとか、やってるこう、人の、なんですか、思いとか、なんかそういったことも考慮して判断していくっていうことが、なんか大事なんじゃないかなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。続いて新規事業立ち上げ絡みでまたいくつか質問いただいていてですね、これ高木さんにお願いしたいなと思うんですけれども、新規事業ってどのぐらいの時間軸で組み立てていくんでしょうかっていう、これまあケースバイケースだと思うんですけれども、はい、当社のところもそうですし、私どもが顧問として入っている企業で、新規事業で今本当に年間で100件とか新規事業のサポートをさせてもらっているところもあります。だからすごくいろんなケースがあるので一概には言えないんですけれども、本当に調査だとかマーケティングに時間を3ヶ月6ヶ月かけて、そこから、組み出していく、で1年間ぐらいかけてやるようなすごく大手の企業さんもあれば、もう新規事業をもう3ヶ月の間に3本立てるんですと。でその3本立てるのをこの5人でやるんですみたいな感じでもうチームを出して、でその5人に対してスーパーバイズが1人つくみたいな形 で3本何としてもやりますと、やらせますという形でやってる場合もあるので、本当にこういろいろだと思っています。ただ一つやっぱり大事なのが、やっぱりその先ほど木内さんもおっしゃってたように、ルールを初めから決めておくことと、あとはルールを決めたけれどもその人の情熱だとか社会、環境だとか、そういったものが全部総合的に俯瞰的に見てルールを破ることもあるというところが大事かなと思ってます。私どものところでもですね、 SDGs 関連のサステナブル経営支援の事業を本当に1年ちょい前からやり始めようということでやってたんですけれども、それ全然実は当たんなかったというかですね、我々はすごくこう市場あるだろうなと思いながらも、実は企業はまだどうやっていいか分かんないから、そんなのをお願いすることも分かんないみたいな状態だったんですけども、ここ本当 2,3 ヶ月ぐらいで逆にある意味先ほどの神風じゃないですけれども、
非常にものすごい勢いでオファーをいただいているようなこともあります。なので自分たちが思ってるからこれ絶対当たるよなんて思っても、実は市場ではまだその理解だとか共感が得られてなければ、全然その、フィットはしなくって、でもそのある一定の域値を超えると一気にそれが件数が全然違う角度で変わるというのが、やっぱりその新規事業の厳しさでもあり、面白さでもあるのかなというふうに思いますね。いや、季節としてか分かんないですけど、お三方それぞれから神風っていうワードが出てきたので神風の起こし方やっぱり聞きたくなってきたんですけれどもこうすれば起こせるよってあります？どなたかもしあれば。あ、僕一個いいですか？はい。なんか別に神風の起こし方は分かんないんですけどなんか一つこう信念にも近いと思っているものがあって、やっぱり正しいと信じることをやっていると応援されますし、やっぱそうじゃない、なんかこう邪念含めあるとやっぱりこう向かい風が吹くなっていうのはなんかあってですね、であとはその正しいともう心から信じられることをしてると、なんかいろんなラッキーがあったりするわけなんですが、それでさっきの中野さんのお話じゃないですけど、なんかそこの吹くまでサバイバルできるかっていうのがなんかあるんじゃないかなと思ってまして、ともするとなんかこうこんなのはクラウドファンディングじゃないとかなんとかいろいろなんか当たり前ですけど、今まで世の中で認められてない価値を創出するっていうのが、スタートアップなんでですね。反論、異論反論いろいろいただくわけなんですけども、なんかその正しいと信じることをこう やり続けることで、なんか応援してくださる人が増えるっていうことが一つの、なんか大事なことなんだな、なんか私は思ってます。はい。ちょっとぜひお二人もお伺いできたら嬉しいです。もう私もほぼ一緒なんですけど、やっぱり多分原理原則、これ正しいだろうってことはいつかは来るんですけど、いつ来るか分かんないです。この距離感が。いつやねんみたいな感じで。結局、地もそうだし、僕の周りの関西の、ね、企業家で成功してる人とかも、全員共通なんですけど、そこまで生き残るんですよ。何としてでも。で、そこはなんかもう、どんな泥臭いことでもやるって、多分信念があるからそれやれるんだと思うんですけど、で、生き残って、最後やっぱ生き残りが減ってくるときに風吹くみたいな、なんか僕の体感では多いんで、やっぱなんか生き残る力と、なんかこう信念曲げないっていうところの、両方がある人にいつかは届く風みたいな感じじゃないですかね。うん、高木さんいかがですか？私も本当に木内さん、中野さんと一緒で、今日のねタイトルにも壁ってありますけども、3つの壁があると思ってまして、一つが制度の壁ですね。いろんなその、規制だとか制度の壁があると思うんですよ。ただ、正しいと思うとか、これを授業でやりたいって思うときに、結構制度の壁で引っかかることって結構あると思うんですけども、やり通せるかやり抜けるかみたいなところ。あとは物の壁ですね。資金面だとか、そういった部分の壁で、今これだけの投資できないけども、ここのタイミングでやりたいとかですね。そう、どう乗り越えるか。でも一番難しいのが三つ目の心の壁だと思ってまして、やっぱりこうスタートアップとか新規事業とかって、みんなからはちょっと稀有な存在で見られたりとか、それ実際うまくいくのとかですね、そんなことを結構言われて、すごいねじゃなくって、結構こう厳しい目で見られることもあると思うんですよね。それでも自分の信念貫き通せるかみたいなところが実は一番大事かなと思ってまして、この制度の壁と物の壁と外心の壁、この3つの壁を乗り越えられたならば、神風が吹く時もあるんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど。ありがとうございます。ラストですね、時間的に。これぜひ3人に聞いてみたいなと思うんですが、グロービスで得た学びの中で、今の仕事に一番生きてることは何ですかっていう、多分それぞれあるかなと思うので、クイックにお願いできればと思うんですけど、中野さんからお願いしていいですか？もう私はね、もう圧倒的に1個だけありまして、もうこれ、はい、すごいロジカルな話、もうファイナンスですね。えぐいです、このファイナンスのレベルは、グロービスの。私、それだけで、デッドで8億で、エクイティで 3.7 億で、1社 M&A で IPO、全部この知識だけでやったんで、そのまんまが出てきました、全部。デッドだけちょっと癖ありましたけど、だから、これ相当使えると思うんで、死ぬほど勉強するのをお勧めします。あれ300万でファイナンスだけでも結構ええ価値なんちゃうかなと思うんで、あれはただ本当にやらなかったら使えないじゃないですか。だから徹底的にやるっていうのが
いいかなと思いますね。はい。金系ちゃんとやっとけということです。はい。樋口さん、いかがでしょう。はい。私は、すみません、2つありまして、人脈と、学び方と2つなんですけども、人脈はその、困った時に、直接の人知らなくても、このテーマで困ってるんで話聞きたいですっていうことで、なんか人を辿っていろいろ紹介していただいたことで、いろいろこう助けていただいたことがありましたということで、やっぱりこう、すごくグロービスのトーク大事だな、すごくありがたいなと思いますということが一つと、あと学び方を学ぶということで、上場決めたときにですね、上場責任者として、立ち上げ一人採用するところからですね、経験者いないところからやってきたんですけども、やっぱりその分からないことでも、大体なんか、辺の教科の教科書をたどるところから始めようみたいな感じで、なんかその、よくわからないことでも、なんか確か辺の時にやったはずだみたいな感じで、なんか学び方をこう辿っていくと、まあ大体なんかこう、なんとか、あとは本いっぱい読んだり人に聞いたりとかでなんとかなるみたいなことが、なんかこう体制として、なんかスタンスとしてできたなっていうのがすごく大きかったなと思ってまして、まあ、なのでその学び方を学べるというかですね、なんかそういったことが私にとってはすごく大きかったなというふうに思いました。はい。まあ、キャッチアップのスピードめちゃめちゃ上がりますからね。まあ、あと人脈は中野さんも思いっきり使われて、はい、今の社員構成という感じかもしれません。はい。高木さん、いかがですかね。そうですね。私自身もやっぱりその、まあ、3つ挙げるとしたら、1つは人脈ですね。やっぱり先ほど岸さんが言ってた人脈と、あと、そのグロービスに通う前と通った後では、やっぱりその、今も経営しながらやっぱり学び続けなきゃいけない。で、それは人と会って学ぶ。その人と会って学ぶときも、どれだけ何の、どういうことを聞くかによって学びの深さとか広さって全然変わってくると思ってまして、そういうその、こう、学ぶ学び方をっていうので、キュウさんと同じだと思います。あともう一つ挙げるならば、やっぱりその、こう、いろんな、まあ、ある意味グロービスに通ってる皆さんも、やっぱりこう、ビジネスをこれからもっと、こう、自分自身の志をみたいなところである中で、その言語化する力というんですかね、志だとか自分の思いだとか、このモヤモヤしてるものを、みたいな、そういう時間として、そのこう、悩み考え、考え抜く時間として、やっぱりグロービスが、私の中ですごく生きてるなと思っています。実際には2014年ぐらいから2018年ぐらいまで4年間ぐらい、通わせてもらったんですけども、それはいろんな学びを通じて、自分自身の中からこれから俺何したいんだ、みたいなことを、考える上ですごくいい機会になったなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では、残りもう2分ちょっとになってきたんですけれども、ぜひ最後に3名それぞれからメッセージをいただきたいなと思うんですけれども、まあ、今日特に起業を考えている、あるいは新規事業を考えているとか、あるいは今結構モヤモヤしている、で壁にぶつかっているという方に、ぜひメッセージをお願いできればなと思います。では、木内さんからお願いしていいですか。はい。私ですね、すっごい思うのが、やっぱりこう、一つ一つ目の前の選択で人生ができてるなと思ってまして、グロービス自腹でこう行くときもめっちゃ悩みましたし、あとリクルートの後ですね、一回こう、給料半分だって転職してるんですけど、その時もめっちゃ悩みました。でもなんかそういった悩みの中でこう、まあ、倒れるなら前向きみたいな感じで、こう、いった選択肢の結果今、あるとすると、なんかそういったことをこう、少しでも、勇気を出して、選択する、なんかそういったことが、すごく大事なんじゃないかなというふうに、まあ、自分でも肝に銘じています。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。では、続いて高木さん、お願いします。はい、ありがとうございます。私も本当にポジティブに何事も捉える。まあ、どうなるかじゃなくって、やっぱりどうするか、あと自分がどうしたいのか、このあたりをですね、大事に、これからも社会に貢献していきたいと思ってますし、あとはやっぱり仲間の重要性ですね。自分一人でできることは限られている。やっぱりその仲間がいることによってできることが乗じられるというか、3倍にも5倍にも10倍にもなっていると思ってますので、これからも仲間とともに志を一つに頑張っていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではラスト中野さんお願いします。はい、じゃあ今日は死ぬほどとかいろいろ言っちゃったんですけど、実際僕はグロービス入った時に営業しかやったことなかったです、10年間。で、起業なんてしたいと思ってたけど、全然できるイメージもなかったですね。で、皆さんこう、今ちょっとそこイメージがないとかでも、多分勉強したらそれをすぐ会社で使うとか、あと起業したいんですと誰かに言ってみるとかっていう、ちょっとしたことの連鎖で、どんどんそれが発展していくと思っててですね、今日アルムナイの方で志の
ね、竜巻のように上がっていくって、あれ実はあの大阪港の皆さんが2008-9期ぐらいだったと思うんですけど、あのケンプロであの研究されて出された本なんで、当時それを発表して聞いててですね、まさにそれだなと思ってます。今すごい距離があると思っても、ちょっとやって言ってでやっていくと、どんどん距離が近づいてきて、多分周りから見たら進んでるんですけど、自分から見たら距離が近づいてるぐらいの感覚なんで、それがどんどん当たり前になって、多分起業とかで起業後の成長とかっていう風になっていくんじゃないかなと思うんで、あのちっちゃいチャレンジをやり続けることで、多分なんかえらい近く感じるような瞬間があるんじゃないかなと思うので、まあ、そんな感じであの聞いていただけるといいかなと思っております。あの一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あの私自身も本当に勇気をたくさんもらえるお話をいろいろお伺いできて、あの本当に楽しい1時間でした。あの改めてありがとうございました。こちらにて終了にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。